ちが結構、まあ、取ってるんですよ。ここから一回水漏れしたことがあって、まあ、結構前なんですよ。何年ぐらい前ですか。まあ、これは7、8年前かな、7年前ですかね、はいはい、で一回まあここなんかまあそこが立ってなんかそれだかの影響でこうたわんじゃったみたいな感じで水漏れがダーってしたことがあって、はいはいはい、まあ、それをまあそれは直してもらって、はい、でここのずっと長いらしい、まあ、長いあの通ってる道がね2階に後からつけたもんだから、うんうん、はいはい、でこうやって向こう側に流れていくんですけど、あ、はい、あのトイレなんですけど、そのトイレ向こう側に流れていくようになってくるんですけど、はい、でそこも2年ぐらい前からちょっとトイレに変えてもらったりとか流れやすいようにしてるんですよ。だけど、まあ、まあ今はある程度は、うん、まあ、流れはするけどみたいな、全然みたいな、これが一番の問題 で普段はもうこれをしてたらもう話にならないみたいな感じなんでもしてないんですね。お椀はもう外して、外してます。でこれはこれと、まあ、あれ潰してるような感じだけど、まあ、これはもう普通に今は使われてますか。使ってます。ここが一番使ってるので、ちょっと流してみていいですか、ね、はい、すいません、はい、逆に保温つけた状態だと、まあすぐに上がってきて、まあこんな感じずっとって感じで、確かにだましだましみたいな、使いっぱなしだと、入れっぱなしだと、まあゆっくりは流れるけどって感じですね。ちょっと下見ていいですか。はいはい、どうぞどうぞ。あ、はいはいはい、それも2年ぐらい前に買ってもらったのかな。実家に買えてんだ、いいね。確かにこれだったらまず盛ることはないかなってところですね。すぐ40、50にしてか。はいはいはい、ってもらったところにはここはもうコアツはちょっとできないって言われてて、だからそうなのかとか思って私もずっと来たんですけど、いろいろ拝見してどうなのかなっていうのをご相談したいなと。ですよね。基本的にはこの、まあ、大体のご家庭ってこのビニールの缶なんですけども、それであればまあまずやって大丈夫かなっていうところはありますね。これがあの鉄の缶とかですとちょっとお話は違ってはくるんですけども、これなら特に問題なく施工できるかなっていうところですね。それとあとこのね、蛇口とかもなんかもうだからなんか私は交換もできないって言われてるんですよ。ああ、はいはいはい。で どうなんですかそれ。まあ私はちょっと専門ではないんですけども、うん、できないってことはないんじゃないかなっていう、ね、ないんじゃないかなと思うんだけど、でもできないって言われるし、圧洗浄はできないって言われるし、もうできれば1階にもキッチンあるので、もう早く1階にもね、1階を使ってくださいとしか言われない。最近は、はいはい、ここに缶があって、ああ、まっすぐこれが宅地の最終缶。ああ、はいはいはい、それを何か一つしてもらって、あーと、どれがどれだ。あ、けど新しくしたってことはこっちか。あ、そうかな、うんうん、これが多分台所専用で、これが2階の便所で、これ40か、洗面かな、じゃあで、洗濯ってな感じかな。なるとこれがこう言ってると思うから、よいしょ、あー、まあそうだね、ここに抜けて出てるって感じか。配管やり替えてからどのぐらいで詰まりました。やり替えてからって言います。なんか新しい配管に、これはしたのはもう2年ぐらい前だと思うんですけど、ただ
その時にもうすでにもう詰まってて調子悪くてまた来てもらってみたいな感じで、はいはい、そだからその下に漏れたのが7年ったのが7年ぐらい前で、その頃やっぱりゴゴ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 ゴ確かに言って言ってたなって後になって思って、はい、ゴゴゴゴしたらというのがで気をつけてくださいって言われてて、魂なんかやってきてる。うーん、わかりました、まあ、とりあえずちょっとやってっちゃいますね。じゃあ本当一部だけやり替えたみたいな感じですか。わかりました。とりあえずこれだけ置いて、まあ端的に言えばそうなんですけども、ただ台所使ってればもう 100% 油は絶対流れちゃうので、まあ、その中でも極力あの拭き取ってとか、あとは水をしっかり流してあげてっていうをやっていけば、その詰まるまでのスパンが伸びたりとかっていう感じですね。あ、もう音しないんだ。とりあえずは水が、あ、え、はい、あ、はいはいはい、あ、下水車上がってきた。で、ワイヤーのストーンとワイヤーを持って、これで多分表の露出の配管まで行ったので、意外と程度的には柔らかい油かもしれないとか言って、ガッツリ硬い油が全然いたりとかするので、本当油の大小とかは実際に見てみないとわからない。ああ、上がってきちゃった。ワイヤーは入るが、前でなんか汚れがいるような。今剥がれた油が悪さして全然水が流れなくなってます。はい、そうです。それを外までちゃんと出るようまでにしないと1年2年でまた詰まったとかそういったことになるので、
排水管から1メートルぐらいのところが一番1メートル、うん、1メートル前後ぐらいかそのところで狙ってしまってるのかなっていう。近くの、 あのコンクリートの排水マスのところに入れて、あ、それそれそれ、なので多分さっきあの洗面所がポコンって言ったのは、あの大きな塊が一気にドンって抜けて、でそこにザル今置いてるので、そこで回収うまくことできてるっていう感じ。まあもうあとこれをひたすらフィリングで繰り返すんですね。まだまだまだでしょう。上がってこないんだ。上がってこない。はい。二通りのパ、ざっくり二通りのパターンがありまして、上がってくる理由のその一つが、まあ、詰まりっていうパターンと、あともう一つは、排水管の勾配って呼ばれる坂道、通常のなだらかな、ね、勾配があるんですけど、それ自体が管自体がたわんだりとかして水が溜まるところができちゃったりすると、詰まってなくても水が上がってきやすくなっちゃう。どこまで見れるかわかんないんですけど、途中経過の
配管の状況を見てみます。で、曲がって、まあ、一発ね、油が多分これが今缶の中の状態で、で今もうかなりこれでも剥がれてる部類だと思います。でやっぱりその1メートル前後ぐらいのところがすごく汚れてて、こういった厚さ、外で触った感じだと 2,3 センチぐらい、3センチは言い過ぎか、2センチ前後ぐらいので、長さがこんぐらいの油がポロ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 取れてて、多分この先行くと、1メートル過ぎぐらいからは、あ、けど今ちょっと勾配悪いところあるんだな。あ、ただ油がいるからかな。勾配はなんかあまりあれかもしれないですね。勾配がどうとかとか結構よく言われる気がする。まあこの下に通気管を設けてるってなると、ちょっと勾配は元から悪いのかな、という感じなので、まあちょっと油全部落としていけばまた分かってくるので、まあ今はこの見えたような油たちをきれいにしてあげる作業ですね。とりわけやっぱこの辺りが一番汚れてるっていう感じですね。ここにいるんですけど、まあ、このぐらい薄くなってればまず大丈夫で、この先でもうだいぶ綺麗になって、このぐらいであれば大丈夫で、これもまあ大丈夫、はいはいはい、この辺がかなりがっつり油がいた後ですね。これだけ薄くなってれば大丈夫 でさっき水流したので、勾配が緩いところ、ここがさっきよりは溜まってないですけど、やっぱちょこっとどうしても溜まっちゃうのかなっていうところでは、ただ築何年くらい、もうここその水道をつけたっても30年以上だったのに、40年近いでこれであればかなりものとしては排水管としてはかなり元気な部類じゃないかなと思います。カメラのこのレンズ自体が1センチちょっととかそんな感じの、本当にレンズに被らない程度なので、数ミリ程度ちょっと水が溜まっちゃってるんですね。で曲がって、
いてるかもしれないですね。そうですね、うまいことやってくれたのか。ただ横引きがチート投げんだな。そうですね。あ、ただ水は溜まってないし、油の取り残しももうほとんどないので大丈夫だ。で、これが多分あの外の斜めに45度に掃除口がついてる。一回ちょっと水流します。そのうち流れてくるから。あ、そうね。下に縦管になって、はいはい、縦管も大きな油はなくて、これで45度で、あ、これで、おそらく私の予想だと洗面の排水管と一緒、ダダダダダダーと落ちてくると思うんですよね。これを見た方が分かりますね。なんか詰まったのっていつ、初めて詰まったのって地区、あ、来た初めてです。ああ、そのやっぱりあれが一番印象に残ってるのはそれだけどな。でも多分20年ぐらいは普通に使えてた。うん、と思うんだけど、うん、すごい詰まって困ったっていう印象はあんまり残って、前もあっちこっち悪くなるからあんまりどこかっていうあれだけど、とにかくあそこの漏れたのはすごく。ただ今の状況で、ほんのちょこっと勾配が悪いっていうのも申し訳ないぐらいなあれなんですけども、うん、今まで通り使っていただければ同じぐらいは持つと思うんですよね。この10年とかここまで見れてばもう大丈夫です。なのでさすがにこれで2年で詰まるとかはよっぽどな使い方しない限りないと思います。よっぽどな使い方ってやっぱ油なんですかね。油です。配管のこの配管の状況であれば、ここにある通気弁も本来であれば必要ないぐらいな状態の配管ですね。今回みたいに結構油的にはあの何年も経ったような油だったので、そうなっちゃうとさすがに市販の薬品とかだと、うん、なかなか運良ければ。少し油落ちたりはしますけどね。基本的にはそんな効果は見込めないかなっていうところです。あとは水の流れを見てみますね。なるようでしたら、まあ、ため流し重曹排出するものとかやっていただくだけでいいのかなって思います。今ちょっとトラップを外した状態で流してみますね。つけてあげた状態で、よし、で水全開で今流してるんですけどね。ないですね。であと止めた時にほぼほぼなるまで、ビタッとお水がここで止まってくれてるので大丈夫です。いや、ちょっと台所これで終わったので他の水回りやっていっちゃいます。いや、まあまあ取れたね。あ、けどお客さんに分厚そう。あ、けどこれとか分厚いね。分厚いし年季が経った油だね。まあけどやわめだからまだよかったわ。すげえ、何層にもなってる。こんな感じで、なんか空洞だし、何層にもなってっていう感じだね。で、この辺はちょっと柔らかそうな油で
1cm ぐらいか、厚さの油だね。いやー、よかったよかった。こう見るとまあまあ油ありましたね。新築当初から10年、20年弱ぐらいは普通に使えてたらしいんで、今まで通り使ってもらえればね、平気で10年、20年持つんじゃないかなっていうところです。終わりです。バイバーイ。水回りのプロ。